私たちはアミンチュを応援しています。見たよ、かいつぶり。来たよ、僕の町。6時だよ。知ったかぶり、かいつぶりニュース。SDGs、やってくれ。私たちは安野さん SDGs チャレンジを応援しています。イエーイ。今日はまだ桜ちょっと残る中、スマイル屋さんとゴミ拾いするね。パフパフ。あ、元気やな。しかもこのイエローがすごいな。手袋と紐と、いやー素敵素敵。ちょっとわしのカラーともな、被ってるとこあるし。春やけどオータムカラーの安野さんです。イエーイ。このコーナーは安野おっさんが滋賀県を巡りながらゲストとお話しするゴミ拾いトークショーです。今回は4人の社員さんにお話を伺います。どんなイメージ、うん、まあ、一般的にはね、環境とかを思うんですけれども、うん、なんか私たちの会社で行っている SDGs としては、うん、まあ、雇用の継続とか、うんうん、まあ、女性活躍とかも力を入れてます。うんうん、確かに女の人いっぱい頑張ってあるもんな。キラキラしてるもんな。もちろんメンズもキラキラしてるけど、はい、まあ、女性男性関わらず、うん、やっぱり若い社員からあの実習性を持って主体性を持って、うん、すごくまあ、その意見も大事にして、うん、なるべく伸ばしてもらえるようにしようと思っています。でまた女性社員の今、うん、管理職であったりも、うん、積極的に、はい、頑張ってもらって。なるほどなるほど、はい、もう定裁やなくてな、なんか自由に言うてても無言のプレッシャーかかってるところがあるからな。それじゃなくてみんな朗らかに喋ってあるもんな。はい、うん、去年からキクラゲの栽培を始めてます。キクラゲの栽培を、はい、あ、でもちょっと小耳でキクラゲさっきと思いましたね。予定しちゃった、ごめんごめん、ネタ仕込んでた。申し訳ない。話をキクラゲっていう話を実は事務所でしょっちゅうやってる。あ、めっちゃ面白い。羽ついて謝るわ。私たちの工場の跡地を使って、うん、キクラゲの栽培を始めて9ヶ月ぐらいになります。はい、まだ初めての取り組みなんで、試行錯誤の連続なんですけど。やろうね。はい、農業は私も初めてなんですけどね、うん、やっているとやっぱりこう愛着が湧くというか、愛情が出て、出荷する時にはこう娘を呼びに行くそんな感じに。毎回大変やな。いっぱいの娘でね、娘孫なんですけどね。もう一個一個こう連れてバージンロードみたいな歩いていかなあかんから。キクラゲ、片道はもともとどういう仕事してたん？キクラゲの、その前はずっと営業であるとか、工場の公務的な仕事をしてたんですけれども、定年以降、キクラゲの方の事業が始まったということで、うん、高齢は私たちのような高齢のものも、引き続き雇用していただけるという、大変ありがたい。多様性みたいな感じ、いろんな年齢の方。そやけど仕事としてやっぱキクラゲで種類はちゃうけどやっぱ一緒？そうですね、うん、やりがいっていうか、今まで誰も経験してきてない、うん、会社の中でも誰もやったことのないことを、うん、そこへ私を置いていただけるっていうのは本当にありがたいことです。フロンティアに行ったらそこでまだ感謝が生まれ、会社としてはやってくれてありがとうが生まれる。まさにスマイディア。滋賀県には、そ
そうですね、私自身もこう就職を機に初めて一人暮らしをしたんですけれども、うんうんうん、こう事前に先輩方からこうこのエリアはすごくおすすめだよとか、あの一人暮らしのいろいろ心配な部分とか不安な部分を事前に教えてくださったりとか、あと弊社では福利厚生の一部として一人暮らしの方に、60%、70% ぐらいの家賃補助をしてくれる制度があるので、マジでその部分にはもうすごく助かってます。この間社員さんからいただいたものありますよね何いただいた？自分で畑を持っている人とかもいるので、いっぱい採れた野菜とかを結構定期的に採れたりだとかすごい野菜のお裾分けあんの？そうなんです。あ、この季節やったこれやとか、お茄子採れたでとかそれはええな、現物でもらえてな、はい、お野菜をいただいたりとか、お漬物とかお米もいただけることがあるので、もうね、どん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 太っちゃいますねライフラインがすごいな。やっぱね、だからここにスーパーある何あるで地元しかわからへんこともサポートしてくれ、そして新鮮な野菜やな、お米くれて、言うことなしやな。ゴミひろたでー。さあ、その黄色い軍手でどんなゴミ拾った？お菓子のゴミ拾いました。お菓子ね、タバコのケース。あ、ケースね、バーベキュー後のトングでトングを拾った。一般的なペットボトルです。あ、いいや、たくさん拾ってくれてあるね。ほんで安野さんが雑誌を拾ってくれました。あ、ほんまやほんまや、やったやったお弁当の食べかすとかが多かったです。あ、なるほど、お花見したんかな、風で飛んだんかもしれんね。マスク拾いました。あ、そうね、わしはあんまりマスク落としてきてんやろ、大丈夫かな。バーベキュー後のゴミを拾いました。あら、ちゃんと掃除ね、いっぱい集めてくれてありがとう。クリエイティビティで全ての人セレオニー、イエーイ。したのか思い出せる？さっき3時のそわそわジャンプした時、赤こんにゃくくんとぶつかったプリン。お気に入りのさくらんぼだったのに。よし、僕が探してあげるよ。ほんと？ありがとうプリン。待っててね。さくらんぼどこにあるのかな。あっちかな、こっちかも。違うさくらんぼあるプリン。すごいの見せてあげるプリン。わー、楽しみだな。今日のエンディングはこちら。見逃し配信、寄ってるで。ウェブアミンチュで。